千葉市の紙芝居、和樹とみーこの四つの宝物。和樹くんとみーこちゃんは仲良し兄弟。今日も一緒にいつもの公園で遊んでいました。お兄ちゃん見て、ここ穴がある。わあ、なんだそれ。お兄ちゃんの和樹くんがそろーりそろりと近づくと、つる？なんと足が滑って穴に落ちてしまいました。お兄ちゃん。妹のみーこちゃんも和樹くんの後を追いかけて、つるん。うわー、ゆるるるるー、どっすん。いてててて、てあれ、ここはどこだろう。周りは知らないところで不思議な形をしたお家があります。二人が困っていると、おっと、これはびっくり。僕はコッピー、君たちはどこから来たんだい。穴に落っこちて気がついたらここにいたんだ。僕たち帰れなくなっちゃったのかな。お兄ちゃん、どうしよう。なるほど、それは大変だ。それじゃあ、僕がお家まで連れて行ってあげるよ。そこで、二人はコッピーについていくことにしました。コッピーと歩いていくと、何かを作っている人々がいました。こんにちは。何をしているんですか？あら、こんにちは。土で器を作っているのよ。へえ、粘土遊びみたいで面白そう。僕たちもお手伝いしていいですか？ええ、いいですよ。こねこね、ペタペタ。こねこね、ベタベタ。土を丸めて伸ばしたり重ねたり、二人は土の器を一緒に作らせてもらって、ドキドキワクワク。ありがとう、とても助かったよ。人々は手伝ってくれたお礼にと、たくさんの料理をご馳走してくれました。大きなお肉や木の実のお団子、お魚や貝のおいしいスープ、みんなお腹いっぱい大満足。コッピーはご機嫌になって、バッサバッサと羽ばたきながら不思議な歌を歌いました。キューキュッキュッキューキュッキュー、ドキドキパクパクキュー。なんて愉快なんだ。みんなどうもありがとう。男の人は喜んでピカピカ光る綺麗な石をくれました。しばらく進んでいくと、大きな池に着きました。あれ、また誰かがいるよ。こんにちは、何をしているんですか？オーガハスというお花の種を植えているのよ。わあ、お花の種植えてみたい。一緒にやらせて。いいですよ。ピチャピチャ、ギュッギュッ、ピチャピチャ、ギュッギュッ。池に入ったり、泥を掘ったり。二人は種を一緒に植えさせてもらって、ドキドキワクワク。
このお花はいつ咲くんだろう。よし、それじゃあ僕に任せろ。コッピーはバッサバッサと羽ばたきながら、また不思議な歌を歌いました。キューキュッ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 、ハスハス、ハナハナ、キュー。すると、なんということでしょう。みんなで植えた種から芽が出て、みるみるうちに大きくなり、池はたくさんの大賀ハスの花でいっぱいになったのです。まあ、すごいわ。みんな、どうもありがとう。女の人はとても喜んで、お礼に大賀ハスの種をくれました。またしばらく進んでいくと、突然二人の前に大きなイノシシが現れました。あ、危ない、二人とも逃げるんだ。その時です。やあやあ、イノシシめ、乱暴はやめておとなしく山へ帰るのじゃ。大きな声がする方を見ると、立派な馬に乗ったお侍さんがどしどしとこちらへ向かってきました。イノシシはその声と姿にびっくり仰天、一目散に山へ逃げ帰っていきました。助けてくれてありがとう。わしは千葉常種というものじゃ。君たちは何をしているのかな。僕たち、お家に帰るところなんです。何、そうか、よし、安全なところまでわしが送ってしんぜよ。常種さんの馬はビュービューと風よりも速く走って、二人を運んでくれました。常種さん、お馬さん、どうもありがとう。とっても早いのね。コッピーも喜んで、またまた不思議な歌を歌いました。キューキュッキュッキューキュッキュー、つねつねたねたね、キュー。なんのなんの、また危ない目に遭わないようにこれをあげようかの。常種さんは二人に不思議な模様が入ったお守りをくれると帰っていきました。またまたコッピーと進んでいくと、白い砂浜が広がる海に着きました。わあ、海だ。とっても気持ちがいいところだね。私も海大好き。でもちょっと汚れているね。本当だね。え、僕たちで海をきれいにしようよ。うん、私もきれいな海が好き。ミーコちゃんも賛成して、みんなで掃除することにしました。二人はコッピーと一緒に白い砂浜をせっせと掃除しました。すごく綺麗になった。うん、やっぱり綺麗な海は気持ちいいね。コッピーも嬉しそうに、またまた不思議な歌を歌いました。キューキュッキュッキューキュッキュー、海海キラキラキュー。あれ、まだ何かが落ちているよ。ミーコちゃんの足元にキラキラ光る貝殻が落ちていました。海からのお礼かもしれないね。二人はきれいな貝殻を持って帰ることにしました。
それからしばらく進んでいくと、さあ二人とも、もうすぐお家だよ。なんと二人は知らない間にいつもの公園にいました。あれ、いつもの公園だ。ありがとう、コッピー。帰ってこられた。よかった。二人が振り向くと、コッピーの姿はどこにもありません。あれ、おーい、コッピー。二人はコッピーのことを探しましたが、結局見つけることはできませんでした。その時、向こうから二人を呼ぶ声が聞こえてきました。おい、カズキ、ミーコ、帰るぞ。あ、お父さんとお母さんだ。二人が駆け寄ると、お父さんとお母さんが顔を覗き込んできました。なんだかずいぶんほっぺがピンク色ね。何か楽しいことがあったのかな。僕たちすっごい冒険してきたんだよ。すっごく楽しかったんだ。お父さん、お母さん、見て。二人が両手を広げてみせると、そこには4つの宝物がキラキラと輝いていました。おしまい。